重要政策に関する司令塔機能など、本来の役割を十分に発揮できるように内閣府、内閣官房の業務の見直し、および各省の政策調整機能の強化を行うことといたたししました内閣官房と内閣府は、複数の省庁にまたがる政策課題に対応するため、 業務が増加の一途をたどっていました今日閣議決定された基本方針では内閣官房に置かれた郵政民営化推進室など4つの組織を廃止するとしていますまた内閣府で行っていた消費者問題や薬物乱用対策など10の業務を消費者庁や厚生労働省など各省庁へ移管します政府は関連法案を今の国会に提出し 順次実施に移す方針です。